はい、始まりました。石門ジャップ TV。 2021年1月8日、本日も気になる J リーグの移籍情報を6つピックアップしましたので、簡単に喋っていきたいと思います。それでは早速、まず1つ目の気になるニュースですが、藤田伊吹選手が契約満了となった松本山雅 FC からモンテリオ山形に移籍。石丸監督が要望を出したのかなと個人的には思っております。松本時代にコーチと選手の間柄であり、藤田選手の守備範囲の広いスタミナを誰よりも把握しており、そこを評価しての獲得かなと。そもそもこの藤田伊吹選手を松本山雅 FC が契約満了にしたことが意外でした。2020年シーズンで松本が監督交代してからは出番があまりなかった印象もありますので、仕方がないのかもしれませんが、他の選手の分も守備をカバーする姿勢はまだ衰えていないんじゃないかなと思うので、松本時代に守備の中心として君臨していた藤田伊吹選手が山形で見れるのか要注目。そして次2つ目の気になるニュースですが、森脇亮太選手が京都サンガ FC と契約更新。なかなか契約更新されなかったので、もしやと思ったんですが、一安心。2020年シーズンは怪我がちで、試合にも半分くらいしか絡めず、本人としては満足のいくパフォーマンスではなかったと思います。しかし、現地のスタジアムに行けばわかるんですが、味方を鼓舞する声かけは、チームに一体感をもたらしてくれます。今年もチームをまとめる役割を期待したいです。また、この選手といえば、京都サンガ FC のゴールパフォーマンス部長ということで、今年もサンガスタジアムでゴールパフォーマンスを見れるのか、昨年は監督が選手と距離感が近いサネヨシさんだったので好き放題でしたが、超キジェ監督の元ではいかに、そこが気になる。なんかゴールパフォーマンスというのを好みそうにもない感じがしますので、また個人的な思いでは2020年シーズン多くのゴールパフォーマンスを見れたのは良かったんですが、パフォーマンスを重ねるごとにクオリティが下がっていくのが個人的にはなんかもどかしいところがあったので、何も先制点や勝ち越しゴールを取ったら絶対やると決めなくてもいいかなと、その先制点や勝ち越しゴールを成し遂げた上で、たまにかつクオリティの高いゴールパフォーマンスを発揮してほしいと思うところです。やるかやらんかの雰囲気の中でやる方が盛り上がりやすいかなと個人的には思います。またゴールパフォーマンスするまでのマーが個人的には気になる。できるだけ短くしてほしい。ゴールを決めた喜びの流れを押し殺さずそのままの流れでゴールパフォーマンスをやってほしいなと森脇ゴールパフォーマンス部長に要望します。そして次気になるニュース3つ目。同じく京都サンガ FC 関連ですが、中川和樹選手が京都からかつて J2 昇格の中心として大活躍した古巣 FC 琉球へ復帰。これは琉球のサポーターからしたらめちゃくちゃ嬉しいニュースなんじゃないでしょうか。かつて2018年32試合16得点と J3 の舞台で大活躍しており、迎えた翌年の2019年シーズン J2 で3試合出場してすぐに横浜 F マリノスに移籍した経緯があるので、琉球サポーターとしては J2 で共にシーズンを通して戦えるとなると、中川選手自身もモチベーション非常に高いんじゃないでしょうか。横浜と京都では持ち前の技術力を活かせずでしたが、チームの中心としてプレーさせると持ち前の技術力を発揮してくれそうな雰囲気はあります。かつてエースとして活躍したチームなので、これまた琉球っていうのがいい。琉球のサッカーに合いそう。そんな琉球はこのオフシーズン小泉選手と河合選手が抜けた穴を、中川和樹選手と数日前に獲得発表のあった清武幸喜選手、そして清水慎太郎選手なら、お釣りが返ってくるくらいいい補強をしたんじゃないでしょうか。その他は主力もほぼ残留しており、あくまで攻撃主体のサッカーっていうのは変わらない補強なのかなと、2021年シーズン FC 琉球躍進しそうな予感が漂っております。そして次気になるニュース4つ目、島谷康則選手が徳島ヴォルティスからレノファ山口 FC に移籍と、5年ぶりのレノファ山口 FC に復帰。今シーズンは先ほどの中川選手と同様、かつて活躍したことのある古巣への復帰が非常に多い印象があります。同じ山口であれば高木選手と岸田選手の復帰もしかり、また別のチームでは新潟の千葉選手に、東京ヴェルディの富澤選手に、金沢の庄司選手に、セレッソ大阪の大久保選手などトレンドになっているという事実。そしてまたこの島谷選手に至っては、なんかすんごいキャリアを歩んでいるなと。宮崎の地域リーグから始まり、JFL、J3、J2、J1 とステップアップしており、山口が初の J2 参戦の時の快進撃の立役者というイメージがあります。そして徳島に移籍してそこでも活躍して晴れて J1 のサガン鳥栖に移籍。ここだけでもすごいドラマなんですが、さらにここからもまた激動な移籍。前所属の徳島に復帰して、さらに今年徳島の前所属の山口に復帰と登っていた階段にそのまま戻るというなんかドラマになりそうな移籍劇。島谷選手の名前を全国の J リーグファンに認知させたチームへの出戻りなので、山口の再開からの巻き返しにはもってこいの人材なのかなと思います。
そして次5つ目の気になるニュースですが、ヴァンフォーレ甲府のエースドゥドゥ選手が退団。これは非常にびっくりしました。今季10得点と昨年のピーター・ウタカ選手に引き続き2年連続チーム得点王を放出。甲府は近年コストカットをしている感じがめちゃくちゃします。そのヴァンフォーレ甲府の獲得している選手っていうのが他のチームで契約満了になった選手ばかりで、うまくやりくりしているなという印象があります。しかしこのドゥドゥ選手が退団とは本当に驚きました。近年のヴァンフォーレ甲府の象徴のような選手、2016年シーズンからヴァンフォーレ甲府に始まり、その2016年シーズンの J1 残留に導いた救世主的存在。一時アビスパ福岡にレンタルもありましたが、5年間ヴァンフォーレ甲府のエースとして君臨しておりました。2020年シーズンも27試合10ゴールとプレーに衰えはそんなに感じないので、資金面でうまくやりくりするためにはといった感じなんじゃないでしょうか。この選手は自力で点を取れるフォワードで、ボールタッチのこなれ感もまたかっこいい。そしてシュートもうまく、印象に残るゴールがめちゃくちゃ多い。特に J1 時代の2016年鹿島戦の右45度のシュートや、古巣の柏レイソル戦のアウェーの地でスーパーロングシュートを叩き込む決勝ゴール、これはマジで J リーグ史上にも残る恩返しゴール。またこれが古巣の柏のアウェーに乗り込んで、かつロスタイム間際だったので爽快でした。柏レイソルのサポーターも沈黙、かなり印象が強いです。そして最近でも愛媛戦でワントラップからループシュートなど、甲府サポーターでもない私でも印象に強く残る選手なので、どこのチームに移籍するのか。 J2 の資金力のある長崎や大宮、千葉、京都、松本あたりのチームが手を挙げそうな予感がします。そして次気になるニュース最後6つ目、宮代大成選手が川崎フロンターレから徳島ボルティスへレンタル移籍。これは面白い。徳島いい選手取りました。この選手は川崎のアンダーカテゴリー最高傑作のフォワードで、アンダーの日本代表の常連選手、高校生の頃から川崎フロンターレがプロ契約を交わした唯一の選手で、期待のホープということもあり、毎年毎年今年こそは飛躍すると言われ続けている選手ですが、得点がなかなかついてこない印象があります。レンタルで山口に移籍もしましたが、あとは得点だけといった印象。しかし王者川崎がなかなか手放さないということは、それだけポテンシャルは高いという表れかなと。万能フォワードで中盤との絡みもうまくこなす選手なので、徳島ボルティスのサッカーには合いそう。まだ言うて20歳の選手なので、ここからが勝負。プロ4年目になる今年こそは宮代大成選手の活躍期待してもいいんじゃないでしょうか。以上、気になるトピック6選でした。ここまでご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。